かなえどうもボビーアートレーザーのボビーです。いきたかな、うん、今日はね45回目の生放送になります。えー、どうですね今日は10月の16日かな。うん、えー、ちょっときゅっね、あのー、今朝ぐらいからちょ,ちょっと肌寒い,い感じでね、えー、の大阪のですけどねそれではではすね。えー オープニングムービーをご覧くださいどうぞ はいどうも改めましてボビーアトレーザーのボビーです今日もですね、えー、大阪のボビーアトレーザーのアトリエから、えー、生放送でお届けしておりますでですね、えー、今日はですね、えー、ね今日羽織ってるのはですね、えー、もう約半世紀ぐらい前のヴィンテージのですねノースビーチレザーの、えー、古着をえ羽織ってますね、もう。 この一着がですね、えー、僕の人生を変えたとでも言いましょうかね、えー、そんな感じで僕のまあまあボビアドレーダーのー歴史の中でもね非常にえ大きな一応ですねで今今今日あちょっと今電話がかかってきましたの、ね、でちょっとどうしようかな <laughs> ちょっと待ってくださいね あ切れましたね、えー、すいませんね <laughs> 生放送なんでねこれは <laughs> まあでですね、えー、続けますね,ね、えー、で、えー、まあこのジャケットですね、えー、古着屋さんでね当時中崎町のです、ね、レインドックスですよ <laughs> で、えー、オーナーの中塚さんとね話して「こんな見つかったよ」って。 でまあ、あのー、どうしようかなけどこれずっと欲しかったしなと思ってでまあまあ明るい色やったしあちょうど1着ねこれを買ってきてでまあ家帰ってですねこう来てたんですけどね最初はね。でなんかこう 気になる当時のこの肩とかねこういうねあのなんていうか型紙というかあのシルエットというかあの、ね、型紙の具合はねちょっとまあまあ,あのボビーアトレーザーをするにあたってですね改善改善してですねあのフィットするようにしたんですけど、まあ、この古着はですね当時ですね買った時にはですねやっぱこう保存状態っていうのが あ,ねあるじゃないでですすかか古着を買ったわけですからでやっぱりそのずっとワードローブにねあってそれをねが回ってくるんやったらまあ割と状態がええ感じでえシュッとした感じのねさらっとした感じだったと思うんですけどまああの物によってはですねこう畳まれてずっとねあの保存されてるパターンもありますしねいろいろですよ。 ねうん、いろんな環境の中でねそれもあの海外なんでね <laughs> 分かんないですよねもう。でまあ僕がちょっと気になったのはもうだいぶこんな感じで型崩れがあったのとちょっとこう何うのフィット感がちょっとだるーんとしてたんででまあねよくほら型崩れを、えー、した時にですねあのあ、これちょっと写真せっかく。 ね、せっかくあるからあ、これこれね、今今来てるんこれ <laughs> このこのやつね、うん、こんなジャケットでやっぱりこうえー、っとですねやっぱきまあ汚れもまあこう色しね黄,黄色っぽいけどまあ一応白なんですねまあ経年変化でこういう色ででまああのー、で、えー 型、ねえー、崩れもだいぶ激しいったしもうちょっと絞りたかったりもあってで、まあ、あのおよくほら水濡れに注意してくださいってよくあるじゃないですかでどうしても濡れたら型が崩れたり形が変わったりするんで乾いた状態になった場合に、ね、その逆をしようかなと思って、まあ、あくまでもこれはあ個人的なあ僕の個人的なですね、えー、見解ですね。 うん、なのであの強、ー、要はしませんので、えーあのーまあ、まああくまでも自己責任ということでですね、えー、まあ聞いて頂いければなという感じですね今日は。で、えー、その型崩れをしてるんやねするわけでしょ濡れたらそのまま放置したりしたらねあのそれを逆手に逆手にとってですね僕は当時ね逆手にとって じゃあこの型が崩れてしまった革ジャンをもうちょっと、ねまあ、色も明るいしちょっともうちょっと綺麗にしたいな思ってでまあこれも自己責任ですからねうん、まあ、ここもヴィンテージなんでねどうなるか分からないですけどねだけどまあ、えー、どうしてもそういう欲求があったわけですよ匂いとか諸々もろね <laughs> で、まあ、当時ですねこのジャケットですね やった方法はですねまあまあお風呂場でこう入浴するでしょで風呂場でえ入ってる時にですねまあ一緒にこれも入れてでまあ当時シャンプーね髪を洗うシャンプーでですね僕は <laughs>。でこうぬるま湯ねお,湯お風呂のお湯と一緒にねちゃんとこうあの優しくこうね あの拭いてあげてあのこう洗ってあげるというかねこのわきの下とかね特にね <laughs> で首のところでもそうですけどでまああのこきれいにしてあげてですねでそれをですね、えー、まあある程度こう絞ってね、うん、でまあそのその時にですね、えーまあ、し,しっとりしてるわけじゃないですけどもう濡れてしもうて。 ね、でまあ陰干しでですね、えーまあ、部屋の中でね、えー、ちょっとこう空間作ってでこういう、うん、ね、まあ、ハンガがあるじゃないですかこういう,こう,いうのおぶっといハンガがねこのコートと上着をかけるようなねそれにですね、えー、こうタオルをですねこうあのタ,オ、まあ、タオルをこう巻いて、ね、でこれをこ でまあ、一応こう体の形みたいなの作ってね。<laughs> であのーまあ、やっぱり水を大量に含んでるからあの重たいんでねそれをですね、えー、ボタンもきちっと締めてでこの辺がちょっとあのもうほんまにこんなんやったから。 うん、まあこれはもともとこういう感じでデザインされたかもちょっと分からないんですけど僕はちょっとこれじゃなかってもうちょっとちゃんと一回,回こう戻しときなへんがあってでこう全部こうボタンを止めてここらへんはですね僕はこう割とカチッとね直してであの固定させてですねで数日間で、ねえー、部屋で湿り気をですね取、えー、ってましたね。 ででほぼ乾きかけたああのこうなんかめ、ちょっと湿気が乾く前みたいな感じの時に、えー、クリームをですね、えー、満面なくう塗ってあげましたね、あのどうしてもお乾燥お、やっぱり水分と同時に油分もこうお、ね、抜けていってしまうので、でえー、っとこれですよこの、当時ね、買ってたこのおマスタングペーストね。 うん、これ、あのー、当時あの結構センセーショナルな感じですね、えー、人気やれたあクリームです。で、ねあのー、市内閣になるし柔らかくねでこれはですね今も多分あの手に入ると思いますけど当時、えー、ちょっとまあたまたま東京行った時に、えー、ジェラードさんでね恵比寿のジェラードさんで、ねえー、まあ 買ってきてでまあそれをねずっと使っててもう今はもう今もう得にないですけどそれをこう塗ってほんでまあそれでずっとおお部屋でねな何も1週間1週間ぐらいかなちょっと1週間ぐらいは干してたような気がしますねあの干すっていうか吊るすね、うん、干すいたらなんかあのほら外に干すみたいな感じで、えー、非常にねあの具合悪いと思うんですけどね。 であのほんまにあの外に干してしもったらあスルメみたいにカリッカリになるからね、うん、もうびっくりするぐらい。あのー、でまあそれをあのゆっくりこうなじめほんでまあそれで着込んでいって、えー、なんかこう自分,の、まあ、自分の体に馴染むような感じでね。 うんまあ、で作った感じなんですけどねまあまあそういう感じで、えー、僕はこれをですね <laughs> 自,分自分も仕吹じゃないけどまあまあそういう感じでね、えー、なんかこうぐチュッとなってたあの顔 <laughs> ちゃんからねあのこう割とタイトな感じにあのピタッと体に沿うような感じに。えー 生まれ変わりまましたね。まあちょっとこの辺もちょっと色もちょっと明るく若干ですけどね <laughs> なったしまああくまでもねもしねそういうふ古着を買ってどうしようかなと思っている方とかでねなんかねのおおまあ話の一つとしてでもねあくまでももう再度言いますけどねあくまでも個人的なあ会見,見解ですからねうん。まあそれおすすめとか言うんじゃなしにね。 うんまあ、まあそういう方法で僕はこうあくまでも僕はこう復活させたかなという感じです。まあ、どうしてもこうねこういう手作業のものはあな,んのあのなんていうのなんていうのなやっぱこう皮ひももねほつれてくるやろうし何かいろいろあるやろうしね、うん、その辺で、えーまあ、リスクもあるやろうからねあ無理にとは僕は決して言いません。ねでまあ、こういううい感じですねもうもうほんまに約もう 半世紀経ってもこうやってね、えー、楽しむことができますからね、えー、やっぱこう、えー、ずっとね大切に、えー、していただければなと思いますしねもし、えー、最近来てないなここ数年全然、ね、羽織ってないなとかいうのがあればね、うん、まあそんな感じでね僕は今日はですね、えー、今日はそういう,うメ,ンメンテをした時の。<laughs> まあ、あくまでも自己責任ですからね。あの責任は取れません私はね、うん。ボービーさんが言うたんやないかとか言われても僕はあの何とも答えられないからね。あれやけどまあまあ、そ,、まあ、そのういう,う、まあ、軽い気持ちでね、聞いてもらえればと思います。ねえー、今日もですねあ、いろいろありがとうございます。ねあね、またあ今日もですね、えー、素敵なね、週末をね、お過ごしください。 またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。